小林拓馬のトライトライマンデイレディオどうもこんばんは。DJ の埼玉県川口市出身シンガーソングライターの小林拓馬です。気軽に小ばたくって呼んでください。この放送はですね、毎月第2、第4月曜日夜9時から10時の1時間、ツイキャスアプリにて放送をしております。 今ですね、えー、タイムリーでご聴取している皆さんは、ぜひとも、ハッシュタグ小林たくまラジオと、えー、感想コメントのツイート、そして、みんなもラジオ聞いてちょうだいというような、えー、呼びかけツイートもぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、えー、楽しんでいただいた方はですね、お茶枠などのアイテムもお待ちしております。さらにさらに、えー、放送後はですね、 え僕の YouTube サブチャンネルおいでよ川口という、えー、チャンネルがあるんですけれども、えー、この o s ですね、えー、アップしていきますのでこちらもチェックしてみてください、えー、皆さんと楽しく素敵な時間を作っていければいいなと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします <noise> そしてそして愛のコインをよろしくね、えー、コインがないと30分で強制 終了それはつらいつらいつらいなので、なので、ギブミコインよろしくねということで、えー、始まりました。<laughs> はい、ということで、本日ですね、2021年、えー、6月28日、第11回目のトライトライマンデーレディオ、えー、始まりました。えー、気づけばですね、えー、6月も今週で終わり。 えー、7月がスタートしますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、毎回ですね、口癖のように、えー、言っちゃうんですけど、早いなぁと <laughs>、感じますね。はい。前回の放送で、まあ、例年よりも10日遅い、まあ、梅雨入りを関東はしましたと、えー、お伝えしたんですけれども、えー、今日ですね、こちら、えー、埼玉県川口市は晴れました。快、え、晴、ー、でございました。快晴でございました。<laughs> とってもですね暑かったんですけれども、えー、皆さんがね住まれている地域はどうだったでしょうかね、まあ、梅雨はまだまだだ、えー、梅雨明けはまだまだ、ね、先ではあるんですけれどもお互いね体調管理、気をつけていきましょう、えーまあ、この2週間、ですね、まあ、個人的に、まあ、いろいろあったんですけれどもまずね1つ目がですね、えーまあ、アーシャを。 約4年ぶりに買いました。<laughs> はい。ということで、前回のですね、アーシャが、ま、2017年の9月に、えー、撮影したもので、ま、高校の時の、えー、友達に撮ってもらったんですよね、あれはね。前回のは。で、その友達がですね、ま、カメラ撮影の、ま、仕事をしていて、 素敵、あのー、に撮ってもらったんですよね。うん。で、今回は、あのー、まあ、同志でもある、まあ、シンガーソングライターの山脇祐介くんに、まあ、お願いしました。まあ、いつもね、えー、まあ、ワッキーと呼んでいるんですけど、まあ、ワッキーとはですね、まあ、対ンしたり、あと、まあ、路上ライブをしたりですね、まあ、約4年ぐらいかな、4年ぐらいの、えー、付き合いで、まあ、年に数回、 ってたんんでですよねうん、でワッキーはねあの、自身の活動以外にも、ま、楽曲提供とか、ま、アレンジとか、えー、あとカメラ撮影のね、あのー、仕事と、ま、幅広くこなすね、ま、器用なやつなんですよね。<laughs> ま、僕は本当羨ましい限りですよ、んにうんで、に。そんなワッキーが撮影していた、ま、写真とかね、えー、映像を見て、ま、直感でなんかね、ピンと。 いいなと <laughs> 思って、まあ、今回お願いしてみたというのが、まあ、経緯なんですねうんでまあ感性と、まあ、センスといったところでしょうかねうんまあチェックしてくれた皆さんいかがでしょうか新しいアーシャ <laughs> 僕は非常に非常に、まあ、大満足の、えー、アーシャが取れたなという感じでございます はい。そして、えー、二つ目がですね、えー、5月31日に、まあ、地元川口にありまして、まあ、このね、えー、ラジオでも放送した魅力発信知ってよ川口で、えー、ご紹介したカフェドアクタで、えー、開催した、えー、一切告知をしなかった、えっと、シークルドライブより、えー、新曲として、えー、披露した黒猫のネロという曲をですね、 まあ、YouTube チャンネルにアップしました。<laughs> はい、ということで皆さん見てもらったでしょうかね。うん。まあ、ブログでも続ったんですけれども、まあ、看板猫でもある、まあ、ネロくんがですね、まあ、普段、こう、店主のミリコさんに対して、まあ、こういう気持ちでいるんじゃないかなと、まあ、そんなことをこう、イメージして、えー、曲を、えー、作りました。 うん、でみっこさんをはじめ、まあ、常連のね、お客さんにも、めちゃくちゃね、<laughs> 喜んでもらえて、まあ、作ってよかったなぁと、えー、僕もね、あのそんなあの感想とか、えー、聞いて嬉しかったですね。うん、で動画はですね、まあ、アクタで、えー、知り合ったちこさんというね、これまた、えー、カメラ撮影のお仕事をされている方に、えー、当日撮ってもらいまして、ね、曲のこのイメージに合わせて、 の動画も編集していただきました。初めてね、あのー、僕見た時ね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ感動しました。うん、もう素敵すぎて。うん。<laughs> こうね、歌詞とね、このしこさんが切り取った映像がね、めちゃくちゃマッチしてるんですよね。うん。で、まあ全部いいんですけどね、僕的にね、あのー、すごいいいなと思ったのが、まあ、最後ね、こう、みちこさんが、 ま、代わりにありがとうございましたって、ネロ君の代わりにね、お礼を言って、で、みんながね、それを聞いて、こう、笑って終わるんですよね。で、この笑って終わるのが、めちゃくちゃなんかほっこりしてね、なんか余韻がね、残るんですよね。いい具合に。うん。なんかすごい粋な終わり方を、ね、あの、作ってくれるなということで、これもまた僕は大満足です。はい。 <laughs> ぜひね、まだ見てない方はですね、えー、見てみてください。えー、この動画のです、ね、概要欄に、今回、あのー、撮影してくれた、編集してくれた、シコさんの、えー、ホームページのリンクも貼ってますので、えー、ぜひぜひチェックしてください。本当にね、素敵な写真ばっかりですよ。うん、あのネロ君の写真もあるしね、あとなんかハワイとか、 あの旅行の沖縄の写真とかもね撮ってるのでぜひぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いいたしますそれではトライトライマンデ点レディオスタートでございます <noise> ということですね早速、えー、一つ目のコーナー行きたいなと思っております一つ目のコーナーはありふれたエブリデイ <noise> ということですねこちらは えー、世の中のですね、大半の方が全く、全く <laughs> 興味がないですね。えー、私、小林拓磨の、えー、ありふれた日常の中のニュースをですね、えー、お届けしようと思っております。えー、ブログ、インスタ、ツイッターなどに上げるほどでもないことです。ただただ、ただただありふれた、えー、普通のことをですね、えー、お話ししていこうかなと思っています。 え今回、ですね、あのー、ツイッターでいつもですねラジオでえこんなこと喋ゃりますよというような告知をするんですけれども今回の、あのー、テーマというかね話すことは、えー、大切な人と過ごす時間ということでね、えー、お話をしたいなと思うんですけれども、えー、この2週間、ですね身近な人とね、えー、過ごす時間が結構あったんですよね、僕。うん、久しぶりにこんな まあ、ゆっくり過ごす時間があったんですが、2回ほどえそんな機会がありまして、まずね、一つ目なんですが、え高校時代の、ね、友達と会いました。うん。そしてね、この友達がですね、まあ、冒頭で話した約4年前にアーション取ってくれたね、友達なんです。うん。そしてね、僕に初めてちゃんとギターをね、教えてくれました。 <laughs> まあ、このちゃんとというのは、まあ、厳密にね、厳密に言うと、こう、初めてギターを教えてくれたのは、あの、ユニット時代の元相方なんですが、なんですが、<laughs> まあ、そんな相方はですね、F で挫折しまして、<laughs> そして、えー、弾き語りができないということが、後に判明したんですね。<laughs> なので、最初のね、簡単なコード、C とか G とかね、教えてくれたんですけど <laughs>、ちゃんと教えてくれたのはこの友達なんですよね、うん。で、話は戻しますが、その友達の家に行ってギターを教えてもらったことはね、今でも覚えてますね、うん。懐かしいですね、とても、うん。で、彼はね、 根っからのゆずっ子で、まあ、このゆずっ子というのはちなみに、まあ、ゆずのファンの,、まあそあの総称なんですけど、まあ、僕はね、小袋が好きで、まあ、お互いにこう、小袋ゆずを勧め合ったりしまして、まあ、今振り返れば、<laughs> あの青春の日々でございました。うん。で、そんな彼がですね、あのー、 最近ですね、ゆずのこのオンラインライブのチケットをね、あの僕にくれたんですよ。うん。で、なんでもこの奥さんの分のチケットをね、払い戻しし忘れたとのことで、たくま見るってこう言ってくれて、えー、もらいました。うん。で、久しぶりにね、このゆずのライブ映像を見てね、なんかね、<laughs> 懐かしくなりましたね。懐かしくなりました、本当に。うん。 で僕はね、個人的にね、あのー、初期のゆずがすごい好きで、まあ、今回も特にこう、二人だけの弾き語りのこの編成が、なんかめちゃくちゃね、あのー、良かったですね。うん。なんかこう、路上ライブをこう、彷彿させるような、あのー、なんか、シーンがあって、ああ、なんかいいなぁって思って、 で、それ見たらなんかね、二人でなんかやりたくなっちゃって。<laughs> で、その友達に、まあ久しぶりにこう遊ばないって誘ったんですよ、僕は。うん。で、それが先週かな確かね。で、その時会って、約ね、一年半ぶりくらいに会ったんですよね。<laughs> 会いましたね。 うん。で、話してね。で、一緒にギター弾いたのはね、多分ね、15年ぶりとかで、ね。<laughs> なかなかまあ、定期的にあってもギターを一緒に弾くことはなかったんで、いや、なんかね、懐かしかったんですよね。<laughs> まあ、もう、お互いいい年なんですけど、な、こうなんか、 学生時代に戻ったようなえ、そんな感覚だったんですよね。うん。なんかすっごく久しぶりな感じでね。うん、なんか改めて、なんか誰かとこうギターを弾く時間はいいなと、えー、思いましたね。うん。で、まあ何気ない会話の中だったんですけど、まあ友達がね、なんか俺さ、竹馬の曲が普通に好きで、 なんか YouTube 見てるんだよと。で、多分、俺の再生回数多いよって言ってくれて、なんかね、その言葉がめっちゃくちゃね、嬉しかったんですよね。うん。なんかすごくなんか、響きましたね、その言葉が。うん。で、僕はなんかこういう活動をしていて、まあ発信をしている身なんですけど、こうね、誰かに、 まあ誰は誰に届いているのか、こう、わからなくなる時がね、まああるんですよね、やっぱね。うん。まあたまにこう、自分がやってきたことを、なんか信じきれなくなる時もね、まああるんですよね。うん。なんかこう、存在意義が、わからなくなるというかね。うん。で、人間誰しもこう、なんか村とか、 波があるしね。まあ、いつもこう、心穏やかな状態ではないですよね。僕も。うん。まあ、それがまあ、ある意味に、まあ、それがある意味、ま、人間味があるなぁ、と思います。うん。まあ、沈んで上がって沈んで上がってのこう、繰り返しで、うん。まあ、これまでもずっとここまで来たんですけど、まあ、誰かの反応とかね、こう、些細ないいねとかがね、励みになったり、 することがあるんですよね、やっぱり。うん。で、まあ、そんな時はね、まあ、今まで、嬉しかった誰かの言葉っていうのを、こう、思い出します、僕は。うん。で、これまでね、嬉しかった言葉っていうのは、実は僕、メモにして残してるんですよ、ずっと。残してて、こう、気持ちが沈んだにね、その言葉を読み返して、こう、またやったろうと。<laughs> まあ、それのクリック 繰り返しですね。ずーっと繰り返し。だからね、こう、身近な人の言葉がより響いて、こうね、力になることがね、やっぱ多いんですよね。だからそんな友達の言葉っていうのは、やっぱまたね、力になりましたし、まあそんな友達の時間っていうのは、なんか改めて、あ、いいなぁと思えた瞬間でしたね。うん。まあなかなかこういうね、まあ女なんで、なかなかこう、頻繁に、 会えないですしねだからこそこうより、まあ、そんな友達との時間っていうのは尊いというかねまあより以前よりも価値がある時間だなと改めて思いましたうんで 2, 2つ目がですね、まあ、先日えー、6月の17日がですねあの僕の母親の誕生日だったんですねでちなみに偶然なんですけど、まあ、前回「あの知ってよ川口で」で あの、ご紹介したアベントゥーラ川口の小林キャプテンとね、一緒なんですよね、誕生日が。<laughs> まあすごい偶然だったんですよね。なんか、よりなんか同、同じ小林で、母の誕生日も一緒ということで、親近感がキャプテンに湧いたんですけど <laughs>、話戻しますが、まあ、久しぶりにね、あのー、家族で、まあ、軽く飲みながら、えー、まあ母親の誕生日のまあお祝いをしてきました。 で、確かね、あれはね、6月の20日だったんですけど、くしくもね、父の人ね、同じで、<laughs> おとんごめんという感じでした。<laughs> まあ、ちゃんとプレゼント買ったんですけど、まあ、二人で食べてという意味で、まあ、かっこ、母7割、父3割くらいの <laughs> 気持ちで、まあ、プレゼント買ったんですけど、まあね、何を話すわけでもないんですけど、 まあこう、月一で、まあ家族と過ごす時間というのはね、なんか、まあ、自分的にも、こう、いいリフレッシュになるというか、気分転換にはなっているんですよね <laughs>。まあ、本当にたわいもない話で <laughs>、盛り上がってんのかって言われると <laughs>、盛り上がってんのかなどうなんかなっていうのはあるんですが、まあそういう家族との時間というのは、まあ、 これからもね作っていきたいなと思いました <laughs> まあそういう身近な方々の、ねまあ、友達しかり、えー、まあ家族しかりという感じではあるんですけれどもなんかずっとなんか大切にしていきたいなと思いましたということで「<laughs> ありふれたエブリデイ」のコーナーでございました。 えー、ありがとうございました。これにてありふれたエブリデイでございました。ありがとうございました。<noise> ありがとうございます。続きましてのコーナーでございます。続きましてはトークテーマの明かり。<noise> ということでですね、こちらでは、えー、トークテーマを決めて、えー、皆さんと肩を揺さって、えー、心に 心に明かりを灯していこうよ、えー、そんなコーナーナでございます、えー、今回のテーマはですね、えー、雨の日のおすすめの過ごし方です、えー。ということでですね、お便りをくれた皆さんありがとうございます。それでは早速、えー、ご紹介していきたいなと思っております。よいしょ。えー、まずですね、1つ目は、 えー、愛知県にお住まいのブドウ畑さんからお便りいただきましてありがとうございます。えー、コバさん、リザさん、こんばんは、こんばんは。えー、雨の日の過ごし方、えー、本当に普通だけど、えー、DVD 見たりすることかな。えー、外に出かけず、自分の好きなことをする時間にしています。いいですね。えー、と、大好きな DVD を何回か借りてみることが結構あるんですけど、 前に教えてもらったサニーサニーはもう何回見たかわからないくらい本当に大好きで初めて見た時に心を使わまれたんですそうなんだ劇中,に使われ劇中に使われている曲もたくさん聴いてきた名曲ばかりでストーリーも今の自分に重なる部分が多々あったりします同世代にはもちろん一度見てほしいなと思います えー、ネロ君の歌、すごく良かったです。ありがとう。楽しそうに歌うコバさん。えー、アクタさんの温かな雰囲気、えー。本当に素敵な動画でした。ありがとうございます。えー、またアクタさんに行きたくなりました。ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。えー、雨の日の過ごし方は DVD 見たりすること。いいですね。<laughs> ま、定番じゃ定番なんかな。<laughs> ま、雨の日は、外に、えー、出かけずに、自分の好きなことを、 まあ、あ家でね、することっていうのはやっぱいいですよね。うん、で、このサニーという映画おすすめだそうですね。皆さんね、ぜひ見てください。僕も言おうかな。<laughs> <laughs> 劇中で使われてる曲もたくさん聴いていて、名曲ばかり。やっぱストーリーとこうね、あのー、曲がマッチする、こう合致するっていうのはやっぱいいですよね。うん。さっきの、まあ、ネロ君の曲もそうなんですけど、こうね、 音楽と映像っていうのは、なんかこうね、脳内変換されて、こうなんかね、合致していくのがすごいいいですよね。うん。ありがとうございます。サニーね、見てみようかな。そして、ネロ君の歌、すごく良かったですと。ありがとうございます。<laughs> 楽しく歌う小バさん、楽しかったな、本当な。あれはね。 <laughs> ありがとうございます。まあ、以前ね、あのー、秋田さんに、えー、言ってくれたようなので、ぜひですね、まあ、コロナが収まって、えー、川口に来る機会があればですね、また、秋、え、田、ー、の方もですね、えー、行ってみてください。お便りありがとうございました。えー、続きましてですね、愛媛県にお住まいの HIRO さんからお便りいただきました。ありがとうございます。えー、雨の日の日過ごし方は えー、休む日はですね、スーパーに勤めているから、平日、ゆっくりしたいので、大好きな音楽を聴きながら、えー、打とうとするのが最高です。いいですね。えー、もちろん、お酒も、ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、いいですね。<laughs> まあ、ヒロさんは、平、え、日、ー、じゃないよ。えっ、ー、と、普段はスーパーに勤めているから、平日、ゆっくりしたいということで、大好きな音楽を聴きながら打とうと、 やっぱ音楽いいですよね音楽は最高ですそしてもちろんもちろんお酒もということでまあヒロさんの場合はねあのー、完全にもうお酒好きという印象がまあね島田た有名ですよね <laughs> まあ気分転換になりますしてね、まあ、僕もそんなにまああのー、お酒強くはないんですよね <laughs> まあ次の日がオフの日はこう缶ビールを飲んだりする時間が いいかなっていう感じがしますねうん、ありがとうございましたえ続きまして川口にお住まいのゆたがえるさんからお便りいただきました。ありがとうございますえた、ー、くちゃんリスナーさんの皆さんこんばんはこんばんはですえー、毎日蒸し暑いけど体調変わりないですか元気になっております <laughs> えた、ー、くちゃんの活動が徐々に、えー、復活しつつで嬉しい限りですさて今回のお題 えー、雨の日の楽しみ方ですがなるべく、えー、引きこもりに備えいつも作らない時間のかかる料理を作って好きな DVD や音楽を聴いてのんびりしていますいいですね、えー、最近だとチャーシューやスープあごめんなさい黙っちゃったスープちゃったスープから <laughs> 自分で作ったラーメンを本格的に作ったり、えー、カレーをルーから作ったりしましたすごいねルーから。 で、それを食べながら昔の好きなバンドの DVD を見て楽しみました。えー、いろいろ大変な時だからこそ楽しみを見つけたいですね。いつも遅くなってごめんなさいということでお便りいただきましたありがとうございます。えー、っとですね、いいね。いつも作らない時間のかかる料理というのが、スープから自分で作ってるラーメン、本格的に作ってるね、本当ね。あとカレーをルーから作ったり、 めちゃくちゃ <laughs>、めちゃくちゃ本格的ですね <laughs>。普通ルートは買っちゃうけどね、スーパーとかでね。うん。すごいですね。で、それを食べながら、昔の好きなバンドの DVD を見て楽しみましたということで、いいですね。自分で作った料理を見ながら好きなバンドの DVD、いいね。うん。まあでも共通して言えることは、やっぱり、まあ、あの日になると、外に <laughs>、 出れないというか出るのが億劫になるので皆さんやっぱ家で過ごすことがやっぱ多いですよね <laughs> なんか雨で、ね、雨の日にあえて外に行きますみたいなあの斬新な人いるかなと思ったんですけどさすがに <laughs> いなかったね <laughs> ということでお便り頂きましたありがとうございましたいいですね まあどうしてもね、雨の日はね、まあ僕もそうですけど、なかなかね、こう、<laughs> 濡れるのが嫌とかね <laughs>、まあ、いうこ,こともあると思うんで、まあ家で過ごすことが多いかな、やっぱね。うん。えー、お便りのくれた皆さんありがとうございました。えー、次回のね、えー、放送が、え、7月の12日ですね。12日のトークテーマの明かりなんですけれども、 あなたのま、あなたの町の、えー、自慢を教えてくださいです。えー、ぜひともね、皆さんのお便りお待ちしております。よろしくお願いいたします。今ですね、タイムリーでご聴取している皆さんはですね、えー、ぜひとも、ハッシュタグ小林拓真ラジオと、え感想、コメント、そして、えー、みんなもラジオを聴いて、聴いてちょうだいというような、えー、ツイート、よろしくお願いいたします。 また楽しんでもらった方々はお茶枠などのアイテムもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。以上、トークテーマの明かりでございました。ありがとうございます。えー、っと、よいしょ、えー。続きましてですね、魅力発信知ってよ、川口。 ということで、こちらではですね、僕の地元、埼玉県川口にスポットライトを当てて、その魅力をですね、存分たっぷりとお伝えしていくコーナーでございます。ちょっと、えっ、ー、と、せっかくなんで、オンツイをしようかなと思っております。ぜひとも皆さんも、ハッシュタグ小林拓まラジオと、えー、感想、コメントのツイートよろしくお願いいたします。よいしょ。今回ご紹介する、 え魅力発信、知ってよ川口はですね、いつもライブなんかでお世話になっている川口キャバリーノでございます。今、行ったかな行きましたね。はいということで、ですね一問一答は、えー、いつもねお世話になっています、内田店長から頂戴しました。えー、最近ですねなんかランチ 営業も始めたということでそのことについてもですね、えー、聞いちゃいました、えー、川口キャバリーノはですね住所が、えー、川口市栄、えー、町3丁目3の12、えー、ローテンブルク2階でございます、えー、一森とにね行く前に簡単ではあるんですけれども、まあ、僕との関係性をご紹介しますとですね、えーまあ、2019年の3月2日にですね 僕自身初の、まあ、ワンマンライブをですね、えー、開催しました、えー。ありがとうが止まらないよということで、えー、開催したんですけれども、まあ、2018年末に僕は脱サラをしまして、そこから、まあ、この音楽の道やったろうということで、<laughs> えー、まあ歩み始めたんですけれども、まあ、それのね、まあこう、第一歩目と言っても過言ではないと思います。 その初ワンマンライブでお世話になった会場が、この、今回ご紹介する川口キャバリーノでございます。うん。でね、あのー、ちょっと、この店長のですね、イケメンエピソードをですね、<laughs> まあ、紹介しますとですね、この、まあ、ワンマンライブなんですけれども、本当にこう、まあ、川口だけではなくて、首都圏だけじゃなくて、も遠方の方々、まあ、北は、 東北、えー、宮城南は、南はですね、宮崎とか、まあ、愛知、群馬、えー、などなどね長野などね本当に遠方の方々からも、えー、お越し、えー、もらったんですけれども、あのーまあ、車椅子の、ねえー、お客さんがいたんですね、うん、で、まあ、店長に、まあ、こういうことでということで、まああのー、相談させてもらったんですよ。 うん。まあ、車椅子の方が、実はいまして、ま、あのー、まあ、なんとか、なんか、なれませんかね、って話をしたんですよ。で、まあ、キャバリーノというのは、あのー、まあ、2階にあってですね、まあ、こう、外階段がこう、あるんですが、まあ、ちょっと車椅子を持ってこう、運ぶのが、ちょっとま、できなくはないんですけど、ちょっとま、大変だということで、まあ、店長のこう、 きながらというか、あのー、本当に親身になってあの力になってくれまして、えーまあ、マンションなんですよねその2階から上がでこのマンションのエレベーターをですねぜひ使ってくださいと、えー、言ってくれたんですよでそれ聞い,聞いた瞬間にもうめちゃくちゃね、あのー、感動しましてでまあエレベーターがですねこう中側に、まあ、あるんですけど、まあ、ちゃんと車椅子の幅とかもこうね あのー、クリアできてでこう車いすの方々を、まあ、何名かいたんですけれどもこう案内してくれてで、まあ、ステージのこう中からこう席の方に通っていろいろと市民になって、えー、協力してくれましたもう本当に、まあ、頭が上がらない思いでございました、はい、そしてもう一個ありまして、まああのー、その時にですね小さなお子さんも 来場してくれたんで、すよで、まあ、それも相談したんですが、やっぱ小さなお子さんとなると、やっぱり、こうね、最前列じゃないと、まあ、身長がね、ないので、なかなかステージが見れないということで,ですね、最前列の方で、あの小さいお子さんと、えー、その親御さんの席を特別に作ってもらって、えー、まあなんとかライブを行うことができました。本当にね、こう、いろいろと力になってくれます、いつも。 店長はね、うん、でそんなことでですね、まああのーまあ、昨年10月にも、えーまあ、コロナ禍になりまして、配信ワンマンライブをさせてもらいましたね。うん、で、まあ、コロナ禍になりまして、キャバリーノの方でも、まあ、こう配信ライブができるように 4K の、えー、カメラをね、4台買ってで、いろんなアングルでですね、高画質で、あのー、非常に <laughs> あの本当にねいい映像で、えー、配信マンマレードさせてもらいましたそんな困難でですね、まあ、いろんな、まあ、音楽面であのお世話になっていますねうんで話が若干、まあ、それますけれどもこのねあのー、店長のおえさんがねこの川口キャベリンのオーナーさん なんで,すよ、ね、でオーナーさんは、まああのー、ライブハウスの方では今はあのー、なかなかいないんです不在なんですけれども、あのー、主にですね、まあ、や野外のイベントとかねそういう音響を担当していましてそういう野外イベントで僕は親父さんの方に世話になってまして本当に、あのー、親子ともともですね僕はそういう音楽活動でとてもお世話になっているそんな、えー、川口キャバリのでございます。 そんなですね内田店長から今回ですね一問一答を、えー、頂戴したので、えー、ご紹介していきたいなと思っておりますそれではね、えー、参りたいなと思っております、えー、川口キャバリーノ内田店長からの一問一答第一問、えー、お店はいつから始めましたか、えー、またキャバリーノという由来を教えてください、えー、街道はですね2009年11月です F1 好きのオーナーがフェラーリのデザインである羽馬から名付けましたイタリア語で子馬がカバリーノというのですがさらに可愛く英語を呼びにしてキャバリーノにしましたということで回答をいただきましたありがとうございます2009年の11月ですかということは今から12年か 12年前に、えー、始めたそうですね。うん、とってもあの雰囲気がね可愛らしいというかね、なんかね、落ち着く内装になってますね。うん、でグランドピアノも置いてあって、でいろんなこう、ね、ドリンクもあったりしてね、あのー、前にブログなんかでつづったんですけれども、なんかカプチーノをね、あのー、タクマっていう <laughs>、あのー、カプチーノをね、 あの何つうのカプチーノそうアソートっていうんだっけ <laughs> を作ってくれてすごいかわい柄も可愛いガラネムかわいいカプチーノを作ってくれたりしましたねうんでこれ知らなかったな僕 F1 好きのオーナーがフェラーヌザインなんだカネウマから名付けましたイタリア語で小馬のカバリーノかっていうんだねでカバリーノかわいくしてキャ <laughs> いいっすねキャってね それでキャバリーノか <laughs> これは僕も初見でしたねいいですね確かにカバリーノにもキャバリーノの方がなんか愛着あるかもしれないですねうん、えー、続きまして第2問、えー、お店を始めようと思ったきっかけは、えー、回答がですね、えー、周りに音楽好きな人たちが多かったからですということで回答をいただきましたありがとうございますあそうなんだやっぱでも そのありますよねやっぱね音楽好きな人というかなんかこう影響を受けるきっかけっていうのはやっぱ身近な人たちから受けることがやっぱ多いですよね。うん。僕もやっぱりそういうこう活動を始めるきっかけっていうのはやっぱそういうね前も言いましたけれどもまあ、こう救われた音楽に救われたという経験があってまあ、自分も誰かを音楽でねそういう風に 救いたいなぁ、力になりたなというふうに思ったんでね、やっぱそういうきっかけというのは大事かなと思います。はい。えー、続きまして、第3問。えー、最近、ランチ営業をされているとのことですが、おすすめ、えー、また始めようと思ったきっかけを教えてください。えー、回答がですね、トマト煮込みハンバーガー人気です。いいですね。<laughs> コロナの影響で夜の営業が自粛だったので思い切って昼にやってみました水曜から土曜日11時半から14時で営業をしていますライブがある時は臨時で休業するので詳しくはホームページをご覧ください川口キャバリーので検索よろしくお願いいたしますということで回答をいただきましたありがとうございますそうなんですよ最近ねなんかねあのツイッターとかで あの拝見しましてなんかランチ営業してるなーってすごいね気になったんですよ <laughs> まあそれきっかけで今回ねあのー、この魅力発信してる川口であのご紹介したいなと思ったんですがえおすすめがですねトマト煮込みハンバーグいいね <laughs> やっぱハンバーグのトマト煮込みはいいよね <laughs> 僕もトマ,コにトマト煮込みハンバーグ好きですねうんでなんかあのー、確かねこうなんか演奏を聴きながらランチできるってね見た記憶あるんですよねいいよねそういうのなんかねなんかこう美味しい料理食べながらなんかこう音楽を聴いてなんか憩いの時間というかねなんか優雅な <laughs> こうおしゃれなねピアノの演奏とか なんかそういうフルートとか、なんかサックスとかそういう演奏しながら食べるようにっていうのがなかな、なかなかね、普段経験ができないんじゃない,ないかな。うん。僕もね、ちょっとまだね、実はランチ営業に行けてないんでね、えー、なんか近々行きたいなと思いますね。うん。で、やっぱりこうね、あのー、女性にな,なってライブはできないってなるとね、やっぱこう試行錯誤しながら、 新しいことにね、チャレンジしていかないとね、やっぱいけないんですよね、やっぱね。そういう試みっていうのはすごいいいなーって思いましたね。うん。で、営業が水曜から土曜日、11時半から14時で営業、ライブがあるときは臨時休業するということでですね、詳しくはホームページご覧くださいということで、一応ね、あのー、このね、放送は後日、大井寺川口でアップします。え、概要欄にね、 えー、川口キャバリードのホームページも、えー、リンク貼っておきますのでチェックよろしくお願いいたします、えー、続きまして第4問、えー、川口フェスの会場として運営に携わるなど、えー、地域貢献に積極的ですが現状取り組んでいることや、えー、将来的にこんな音がしたいなどあれば教えてください、えー、回答はです、ねえー、川口市から認められる音楽会場として頑張りたいと思います また、市が一丸となってできるイベントがもっと増えればいいなと思っていますということで、えー、回答をいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、えー、川口キャバリのは、えー、川口フェス、全、えー、身の、えー、川口ジャズソリート、えー、の会場としてもずっとですね、えー、運営に携わっています。今回もですねあのー 2021年9月にも行われる川口フェスなんですがそちらでもですね会場として、えー、開催されることが決定していますはい是非ですね川口フェス一緒に盛り上げてください、えー、そしてまた市が一丸となってできるイベントがもっと増えればいいなということでそうですよねやっぱね <laughs> こう川口でもっとこうねなんか音楽のイベントが、ね、できたらいいなって 思うんですが、まあ、これに関してはね、僕もなんかこう、どうにかね、こう、関わっていけたらいいなって思いますし、まあ、こういうイベント、実はこの、あの、親父さんがすごくやってますね。うん。あの、川口駅前マルシェ、この前、えー、先月か。先月に、えー、ライブさせてもらった、旧そごう川口店の時計台前で、 行われた駅前マルシェもですね、この店長のおやさんがですね、こう、オンととって、結構積極的にね、こう、携わっています。うん、で、ご出店とかね、マルシェとかもね、こう、いい意味で巻き込みながらね、こう、川口を盛り上げたいということで、地域活性化ということでね、えー、結構毎月やってるんじゃないかな、今ね。うん 僕もね、あの、誘ってもらうことがあるんですが、ちょっと予定が合わなかったりして、えー、できない時もあるんですが、まあ、予定が合う時はですね、えー、この川口駅前マルシェ、えー、僕もね、あの、歌わせてもらいたいなと思ってますので、ぜひね、お時間がある方は遊びに来てください。よろしくお願いいたします。えー、最後ですね、第5問。えー、最後に、えー、リスナーさん、そして皆さんへメッセージをお願いいたします。 え、回答はですね、コロナで大変な世の中ですが、音楽が共有できる場所は、これからも絶対必要となっていくと信じています。どうぞ、無理のない範囲で皆さんも音楽をこれからも楽しんでくださいということで、え、回答をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当にまあ、なかなかね、こう、また今、東京でも、まあ、こうね、 感染の数が増えていますが、ワクチンの接種もね、またね、なっているので、これからいい兆し、ね、いい世の中になっていったらいいなーっていう思いはあるんですけどね、うん。まあ少しずつね、こうなんか音楽のそういうイベントとか、まあ、発信する場所がまた少しずつね、増えていければいいなと思いますしね、まあそれを信じて僕もね、 あの今できることを、まあ、ずっと同じこと言ってまあ教師なんですけどねまあ積み重ねていくしかないかなっていう感じではありますねうん、まあ、今しかできないことを、えー、やっていきたいなと思っていますありがとうございました <noise> ということでですね最後にですねあのそんな川口キャバリンの なんですがただいまですね、えー、クラウドファンディング、えー、やっているということで、こちらでも宣伝しようかなと思っています。えー、コロナ禍でのねソーシャルディスタンスを保つために、えー、会場待ちの、えー、列の間隔を開けるため、階段にですねなんかテントを計画しているそうです。えー、ぜひですねあの、お気持ちというか、 ご支援のほどよろしくお願いいたしますこちらのクラウドファンディングの詳細も僕の YouTube の概要欄にリンク貼っておきますのでぜひともチェックしてみてくださいよろしくお願いいたします以上「魅力発信知ってよ川口」のコーナーでございましたありがとうございました <laughs>、えー、続きまして最後に告げる ということで、こちらではですね、主に、えー、ライブやイベントのインフォメーションをお知らせしていこうかなと思っております。えーとですね、まあ、ブログでも綴っているんですけれども、お知らせしたいなと思っております。えーと、あさってかなあさって、えー、6月30日なんですけれども、まさにですね、この川口キャバレーノで開催されます。えー、川口フェス。 クラウドファンディングコラボ CD 収録ライブということで、えー、久しぶりのですね、ライブハウスの有観客ライブあります。楽しみです。<laughs> 久しぶりですね、有観客のライブ。1年半ぶりくらいなんかな。うんまあ、前の前回のアクターライブはまあ無告知だった。 ですよね、で今回はちゃんとこう、ね、<laughs> 正式に告知が、えー、できるというか告知しているライブなんですけれども、えーとですねまあ、ちょっと、ねあのー、オープンとスタートが実はです、ねあのー、変更になりましてというのもです、ねえーまあ、時短営業申請が川口市はです、ね、7月11日まで延長ということでタイムテーブルが変、あのー、前倒しになりました。 本当ね、あのー、大変申し訳なく、えー、そしてね、心苦しい気持ちではあるんですけれども、えー、どうかご理解よろしくお願いいたします。えー、オープンがですね、えー、18時、えー、スタートが18時半です。で、完全予約制で、一応24名までとなっております。おかげさまでですね、僕の枠がですね、残りわずかなってます。残り2枠かな ?2 枠あるので、もしね、 えー、行きたいという方いらっしゃれば、えー、ご予約お待ちしております。またですね、あの、ご都合が悪くて行けない、または遠方の方でちょっと見れないという方はですね、ぜひ配信チケットもありますので、えー、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、川口キャバリノの、あの、キャスの、ツイキャスのアカウントで、えー、ツイキャスプレミア配信ということで、えー、ライブ配信が行われます。さっきも言ったんですけれども、4K の、 4K の <laughs> めちゃくちゃめちゃくちゃ、えー、高画質な、えー、ライブ映像となってます。で、4, 4アングルあるのかなちょっと遠い引きのアングルとか、左右、そして僕の手元というかアップの,あの映像がこう、ね、切り替わりになって配信されますので、ぜひともです、ねえー、ご都合の悪い方、そして遠方の方はです、ね、配信チケットで。 えー、ぜひ楽しんでみてください。ちょっとね、アップすぎるとね、僕の若干、あのー、ね、あのー、ニキビとかね、<laughs> 見えちゃんじゃないかなぐらいの, <laughs> あの勢いなんですけれども、それくらい高画質な、えー、映像で、えー、配信が行われますので、<laughs> ぜひとも <laughs> えチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。以上、えー、最後に告げるのコーナーでございました。ありがとうございます。 最後ですね、えー、随時お便り募集しております。えー、僕への応援メッセージ、話してほしいこと、お悩み相談などなどお便りお待ちしております。お便りは、KOBATAKU0301、えー、すべ、えー、て小文字で、KOBATAKU0301、アット Gmail.com、小畑0301、アット Gmail.com までお待ちしております、えー。お便りの期限はですね、次回放送日の7月12日の どうしよっかな一応、朝10時。<laughs> 一応ね。<laughs> 朝10時までとなっておりますので、えー、よろしくお願いいたします、えー。お便りをくれた方々の中から、えー、毎月抽選で3名様に、えー、直筆サイン入り小畑のステッカーをプレゼント、えー、ぜひともゲットしてみてください、えー。次回の放送は7月12日でございます。それでは、再来週のこの時間に、えー、またお会いしましょう。 お相手は埼玉県の川口市出身、シンガーソングライターの小林拓馬がお届けいたしました。それじゃあまたね、おやすみなさい。See you again! バイバイありがとうねバイバイ